丸沼高原スキー場は群馬県利根郡片品村に位置するスキー場。運営会社は日本製紙株式会社のグループ会社である日本製紙総合開発株式会社。本スキー場は日本製紙株式会社の菅沼社有林内にある山徳中腹部イエロー発中級400メートル、シャ最大13度、平均9度、センターハウス前中央リフトを利用するコース。 ブルー初級、648メートル、シャド最大13度、平均9度。長らくスキー専用だったが、2017から2018、シーズンから平日はスノーボードにも開放された。感斜面で、リフトもデタッチャブル式なので初心者の練習に適している。レッド初級、865メートル、シャド最大11度、平均8度。オレンジ初級、 1316メートル、シャド最大14度、平均9度、パークコース、バイオレット発、19、621メートル、シャド最大23度、平均13度、第5高速リフトを降りて、左側のコース、以前は、バイオレット A と呼ばれていた、少々短いが適度なシャドと、広さと高速リフトでカービングを楽しめる、ローズ発、19、 1738メートル、シャド最大25度、平均12度、山頂からクラコースから接続するコース、中間部でシャドがあるので初級者は注意。一連のコース名となっているが続けて、ローズブへ滑るものは、比較的少なく、大抵は、ローズ海へと滑る。ローズブへ降りる斜面は現在左側が改良されて、連絡コース、 右側大半はマップ上ではコース外扱いとなっているが以前は33度の急斜面1枚となっておりゴールド上部が使用されていなかったためシルバーコースを超えるスキー上最大斜度だったローズカブ第5高速リフトを降りて右側のコース以前はバイオレット B と呼ばれていたバイオレットよりエントリー部が若干斜度がありへん斜面気味となっていて当機は 日の当たらない時間が多く凍って荒れていることがある。大会、検定バーンとして使われる。ローズ開発、中級、300メートル、シャド最大15度、平均13度、バイオレットコバルト方面に接続する。コース幅が狭いので注意。コバルト発、中級、325メートル、シャド最大15度、平均10度、第8ペアリフト沿い。 2019から2020シーズンから第8ペアリフト両隣がジブパークとなるグリーン発19675メートルシャド最大18度平均11度公式にはグリーンコース連絡路が起点だが実質的にはコバルトの下グリーンコース連絡路第5高速ペアリフトを降りて 左側に向かうとコバルト、またはバイオレットだが、グリーンコースへの連絡路もある。長さ140メートルほどで幅は狭く非圧説であり、実質的には小部練習コースとなっている。時期によってはオープンしていない。2008年頃からゲレンデマップ上では、グリーンコース連絡路が、グリーンの起点として描かれているが前日の通りのコース状況であり、滑るものはあまり多くない。 山頂部から倉発、中級、1100メートル、シャド最大23度、平均9度、ロープウェイによる上部拡張が行われた90年代末期にオープンしたコース、ロープウェイ山頂駅から下って、左のコース、ローズコースへ接続、ロープウェイオープン当初は知らね、リフト、大広リフトも同時設置されたため、これらのリフトを使用することでこのコースのみを繰り返し、 滑ることができたが、両方撤去されたため、現在は、ロープウェイを使用しないと滑ることができない。白根、中、上級、560メートル、シャド最大30度、平均13度、ロープウェイによる、上部拡張が行われた90年代末期に、オープンしたコース、ロープウェイ山頂駅から下って、右のコース、途中分岐あり、ロープウェイがオープンしたシーズンに、白根、 急斜面終了地点から山頂へ向かう、白根リフトも同時にオープンした。これにより、第3ペアリフトから白根リフトを乗り継ぐことで頂上に行けるようになっていたが、ほとんど稼働することなく、設置わずか数年で、クローズされてしまいリフト施設ごと撤去された。現在一部施設の名残が残されている、ゴールド上級、460メートル、シャド最大27度、 平均22度、第7シングルリフト使用、知らね、コースからの連絡路でも滑り込めるが、第7シングルリフト降り場ではなくその少し上の、非圧設エリアに滑り込む。現在は圧設されていれば、中級車でも、滑走可能なレベルの短いコースだが、90年代前半以前まで、ゴールドは、現在よりもっと長く、722メートル、最大車度34度小ぶありの難斜面だった。 第7シングルリフトは現在は420メートルだが、当時は707メートルあり、現在の降り場は、当時の中間駅である。ただし90年代前半頃にはすでに急斜面で、行き着きが悪いことを理由に、中間駅で降りてくださいと常時掲示されるようになり、コース上部へ向かうことはできなくなっていた。ロープウェイオープン前はこのコースが、スキー場の山頂だったが前日のように早い段階で、 中間駅で絶対に降りなくてはいけなくなり使用されていなかったため実質第3ペアリフトが山頂だったロープウェイ設置後は知らねコースからの連絡網が整備されたことに伴いリフト自体が中間駅を終点に変更縮小されたシルバー上級755メートルシャド最大32度平均17度冷圧ス接小部斜面モーグルコースが設置される 00年代前半頃までは、第3ペアリフトとなりから、コース下部へ伸びる、第6リフトが設置されており、斜面の緩くなったコース後半から滑ることもできた。後年は滅多に動くことはなく、上部が雪不足の際に使用される程度となっていた。過去存在していたコース、大広中級、600メートル、シャドー25度、平均14度、ロープウェイによる、 上部拡張が行われた90年代末期にオープンしたコース。山頂部から南へ滑り込む独立したゲレンデで、コースの終了地点からは大広リフトに乗るしか選択肢がなく、このコースを滑るためにリフトに乗るのではなく、戻るためにリフトに乗ることとなる。またカラクラコースの分岐点から大広コースの終着点へ滑り込むこともでき、これによりカラクラコースを繰り返し滑ることもできた。 唯一の南向き斜面で降雪機もないため、雪付きが悪く、あまりオープンすることがないコースだった。2009から2010シーズンは改良中とのことで、クローズ、2012から2013シーズンからは、ゲレンデマップに乗らなくなってしまった。マップから消えた時点でおヒロリフトも撤去されてしまった。夏の日光白根山ロープウェイ日光、白根山ロープウェイは、基本的に、通年運行しており、 グリーンシーズンにも、日光白根山などへの登山に利用できるほか、サマーギレンで、サマーリュージュ、オートキャンプ場といった施設が営業している、日光白根山ロープウェイに関するカテゴリー、ありがとうございます。